診療パーク中核施設沖縄 IT 診療パークは沖縄県における情報通信産業の高度化のための拠点の整備を図る構想。また構想に基づき同県うるま市に建設された拠点の名称。2007年3月に内閣府の新沖縄情報通信産業振興検討会第3回検討会で方向性が示され2007年5月25日に 沖縄 IT 診療パーク構想事業調査検討会第1回検討会が開催された。沖縄タイムスの報道によると、沖縄県内で10から50ヘクタール規模の地域を開発して IT 企業やデータセンター、政府系研究機関などを誘致、2万4000人分の居住施設も建設するという、事業規模は最大で1000億円に上る。 沖縄県内で需要が伸びている企業のコールセンターやデータセンター、間接業務の一括アウトソーシング事業の受け皿となり、日本国内におけるオフショア拠点になることが想定されている。2010年9月1日、東京に本社を置く IT 企業トランスコスモスが当地に BPO 沖縄テクニカルセンターを新設すると発表した。同年9月9日、 中核機能支援施設と企業立地促進センターの完成記念式典が行われた。中核機能支援施設には9社、企業立地促進センターにはソニーサプライチェーンソリューションとグローバレックス沖縄の2社が進出する。 http://www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp:/echo:/200706202 h t m l h t t p w w w t r a n s c o s m o s c o j p c a ュ p a g n e n e w s 1 0 0 9 0 1 h t m l アット http リキ進歩 .jp ニュースストリート -167359 ストリガピック -4 html ありがとうございます